ただいまご紹介いただきました衆議院議員の國場幸之助です。この沖縄1区は白穂太一先生から私は議席を引き継いだ非常に大切な自公連立の象徴の選挙区でもあります。今日この日にこの場所で久保田哲也さん、そして選挙区の小田源太さんの応援の演説会を開催しているのはこの目の前の那覇メインプレス、参集いただいている皆様方はすでに期日前投票終わっていると思います。しかしこれからが大事なんです。声を貸してください。こちら源太さん、久保田哲也さん、新人です、チャレンジャーです。この2人の名前を書いた沖縄県民は一人もおりません。どうか期日前投票に必ず行っていただく、そして行った方は周りに声をかける、この一点だけを皆様方にお願い申し上げたいと思います。小田源太さんと久保田哲也さんの応援のために東京の方から小野寺一之先生が激励に命じております。呼ばわり先生も素晴らしいお話をいただきました。これぐらい期待されている2人でございます。必ず勝利をしましょう。頑張りましょう。お願いします。